して誠にありがとうございます。さあ現在ですね、こちらのステージではセントリア出陣祭り秋の陣が行われているところなんです。さあ午前中はですね、名古屋おもてなし部招待、そして服部半蔵忍者隊の皆様にここで演舞をご披露いただきました。もうね、大盛り上がりだったんですけども、ここからはですね、一味違った皆様の知識をちょっと蓄えていただくね、時間を設けたいと思います。武将が教える歴史授業を行っていきたいと思います。武将隊が先生となり、実際に体験した歴史的事実を分かりやすく解説してくださいます。有名な戦いや武将同士の関係など、今まで知っていたようで、あれこんな風だったんだっていうね、改めて思っていただけるようなことを解説していただきたいと思います。それでは皆様よろしいですか、始めても。それでは名古屋おもてなし武将隊の中で一番足の長い武将様にご登場いただいて今日ね、歴史授業を行っていただきたいと思います。それでは足長武将の皆さん、お願いいたします。皆さん疲れあれ何か足が長いじゃん、欲しいさんじゃん、失礼しました、帰れないよ、やりにくいのは誰が一番足長いじゃん、足長い、足長いってことは握手してちょう、はいはいはい、足長いって適当なこと言わないもん。改めてわしが名古屋おもてなしの招待、豊臣秀吉でござる、ありがとうござる。さあ今日はわし豊臣秀吉本人が今から歴史授業をしていくんじゃが、まあそんな固い話にはにゃで、適当に聞いてもらいたいんじゃ。適当っていうのはまあな、あのやじを入れたりするのはなしじゃけどもまあ、あこういうことだったんだとか、もう本当に一つでもいいから今日ためになるようなことを持ってってほしいなということで、あまり固くならずにわしの話を聞いてちょうよ。では改めてわしが豊臣秀吉でござる。そう、わしの名は豊臣秀吉。そしてわしの性格、一体どんな性格かというと、まあそこに書いてあるひょうきん者でござるな。ひょうきん者、ひょうきん者ってわかるか、何かあまり使われんな、ひょうきん者。まあひょうきん者っていうのは、簡単に言えばよく笑う人間だな。よく笑う人間、よくおるじゃろう、お主らの学校のクラスなるところに一人は先生の前でふざけたりするものおるじゃろ。ああいったもの、ああいった性格、まあ皆々を楽しませる性格でござる。そしてわしの年齢482歳、すごいな、482歳なんじゃ。わしは1537年、約400年前に生まれ、そしてまあこの現世に今一度蘇ってきた、それが今から10年前でござる。10年前、ゆえに実際に生きた年齢というのはそんなに長くはないじゃが、1537年から数えると482歳でござる。そして次はまあ南野もあると思うが、あだ名、あだ名があるんじゃ、わしにも。わしのあだ名知ってるよ、ちょっと手挙げてみてちょ。お、小さい子は出なかったな。ではどうぞ、わしのあだ名は何じゃ。サール、誰がサールじゃそうじゃ、大正解、素晴らしい、サルでござる。わしサルと呼ばれた、これはなぜかというと、まあこの後3時からわし演舞なるものをここでやるんじゃけども、ちょこまかと動くわけなんじゃ。わしはな、他の武将より動きがとても速いわけなんじゃ、ゆえにサルとも呼ばれておった。ついこの間、まあ、それを証明するがごとし、何をしたかというと網走フルマラソンにも出てきたんじゃ、現世で。でフルマラソンなんと完走いたした、 42.195キロ、初めてのフルマラソンだったんじゃが、感想一言言うと地獄だったな本当に地獄じゃった。まあ楽しいところはあったんじゃけども、もうつらいつらいのなんの。次もしフルマラソンが出ることがあったら、まあ楽しいところも南々に知ってほしいということで、わしも新しい歴史を今作っておるんじゃが、こたびは400年前の歴史を南々に届けてまいりたい。そして去ることわし豊臣秀吉が生きとった時代、それが何かというと、変わるかな、えいしてきた戻れる。そう、両政国という国に生きとったわけなんじゃ、400年前じゃ。これ両政国というとちょっと難しい、聞いたことないものもたくさんおると思うじゃが、簡単に言うと
今日の本の国というのは日本で一つの国じゃろ。でもわしの時代400年前はこのように細分化、細かく分かれとったんじゃ。この愛知県でも尾張、三河、この2つの国に分かれとって喧嘩もするんじゃ。喧嘩もなぜ喧嘩するかというと、当時はご飯があんまりなかったんじゃ。ご飯があんまりないから、じゃあどうするかというと隣の国に行ってご飯を奪う。だから奪われないために喧嘩するじゃろ。だから戦がずっと毎日のように起きとったんじゃ。だからたくさんの人が死んどったわけなんじゃ、昔の日の本というのは。それに困った皆々、ある英雄が現れた。それが織田信長さん。織田信長さん聞いたことあるよっちゅうの。ありがとうございます。織田信長様、これは天下人の3人のうちの1人じゃな。天下人のうちの1人の織田信長様、なんて言ったかというと、みんながバラバラだから喧嘩してしまう、だったらみんな一つにまとめ上げようと言ったんじゃ。なので一つの国にまとめ上げよう、そうすれば喧嘩する必要はない。一つの国にすればご飯が足りない国ところがあればよそからじゃああげるなと、多くご飯が取れたからそこにあげるね、そういったことができて喧嘩をしなくていいんじゃ。それを考えたのが織田信長さん。これすごいことなんじゃ。だって最初織田信長様の領地というのはものすごくちっちゃかったわけなんじゃ。次いけるかの次の画面に回していくと、そう、一番最初信長様の領地ってこんだけしかなかった。こんだけね、こんだけしかなかったんじゃが、信長様大変頑張られた、一つにまとめ上げるということでな。どういうことをしたかというと、まず桶狭間の戦いという戦いに勝利したんじゃ。じゃあちょっとこっから難しくなってくるかもしれんが、桶狭間の戦いし聞いたことあるよっての。ああ、小さな子もちらほらとね、あげてくれる、ありがとうございます。桶狭間の戦いってどんな戦い。この尾張、尾張というのは名古屋のことじゃ。名古屋に今川という強い人が攻めてきたんじゃ、信長様を倒すためにな。その数約3万人で、それを食い止めるために信長様何人の兵を動員したか。3000人だけなんじゃ。ものすごく弱いな、3000人だと。3万人勝てると思うか、思うか思わないよな。ただ信長様のすごいところは奇跡が起きたんだ。戦っとる最中になんと大雨が降った。大雨が降ったんじゃ、珍しくな、うん、で大雨が降ったおかげで相手の一番大事な本陣、本拠地だな、そこに静かに近寄ることができる。だから3万対3000だと負けてしまう。だから3000人で一斉に一番偉い人、今川義元という一番偉い人だけを倒しに行った。そうしたら見事に信長様大勝利。そこから信長様は快進撃をし、これだけ先ほどのちっちゃい領地からこれだけ信長様の領地になったわけなんだな、うん、でこの織田信長様の話をわしがこれだけ熱くしとる理由としては、実はわし豊臣秀吉、織田信長様の下で働いとったわけなんじゃ。簡単に言えば部下でござった。だから信長様の戦にもたくさん出てって、これだけの陣地を広げるためにもわしは頑張っておった。故に信長様というお方はものすごいお方なんじゃな。でわしがどういうふうに信長様に気に入ってもらえたかというのをまた後ほどしゃべる。今は信長様に特化して皆々に知ってほしいんだ。織田信長様は名古屋生まれでござる。名古屋生まれ。そしてどんなお方かというと、新しいものも好きなんだ。戦はものすごくうまいんじゃが、それと同じく新しいものが大好きでござった。この中全部信長様が日本で一番最初に始められたものなんじゃ。火縄銃、まあ銃じゃな、
銃を戦で初めて活用されたのは織田信長様。そしてこの中で気になるのはバナナ。わし猿と呼ばれてるのにわしじゃないんじゃ。一番最初にバナナを食べたのは信長様なんじゃな。あとは相撲。我らの頃というのは相撲という文化はあったんじゃが、儀式だったんじゃ。神様を喜ばせるための儀式、戦う何かを競うわけじゃないんじゃが、織田信長様がじゃあ西と東に分かれて横綱を決定しようと試合形式にされて初めて相撲というものができたわけなんだな、うん、で地球儀、信長様が初めて地球儀見たよって知っとったよ。どれぐらい？あ、わりかし少ないんじゃない。実は地球儀というのは今でこそ当たり前だ。地球は丸い、よく言われたら地球は丸いなと、うん、我らのこれ違うじゃん。地球はこのように平らだと思われたわけ、この舞台のようにな。だからこうやって先に行くと我らは落ちてしまうと思っとったんだよ。そこからで死んでしまうと思っとってみんな外に出なかったんだが、日の本の民以外の多くの異国海外の民は地球が丸いってことを知っとったんだよ。で重力というものがあって落ちないのも知っとったで、ぐるぐる回れるよという人が我ら知らなかった。だからこの地球儀を持ってこられた時に皆々なんて言うかというと、私嘘をついたなと、わしをあのバカにしようってと大体怒るんじゃけど、織田信長様ものすごく頭のいいお方だから、この地球儀を見てなるほど理にかなうとる、要するに確かにその通りじゃなと言ったわけなんだ。我らの時代からするとそんなことを信用できるのは織田信長様だけ。やはり天才的なところがあったわけなんじゃん。天才的なところが。そして名古屋飯、名古屋飯、まあ皆さん食べたことあると思うが、味噌をよく使われておる。これも実は織田信長様から始まっとるわけなんじゃん。織田信長様400年前味噌が大好きだった。味噌がだから信長様が味噌大好きだったから、それが400年経ってもこの名古屋の地に根付いとる。ひつまぶしであったり手羽先、味噌カツ、味噌煮込みうどん、こういった味噌をたくさん使った食べ物が今でも残っておるのがこの信長様のおかげでもござる。それだけ皆々に与える影響力があったわけなんじゃ、信長様、うん、まあ、今でいうカリスマ的な存在、うん、そこに魅了されたのがわし秀吉。ただ信長様はとても怖いお方だから、わしはこのように信長様に必死に食らいついとったわけなんじゃな。必死に食らいついとった。こうやってな、信長様邪魔となればどうするか、自分の弟でさえなやってしまうじゃん。な、自分の弟でさえ切ってしまう、すごいことだろ。兄弟喧嘩とはするかもしれんが命までは奪わん。でも信長様は命まで奪ってしまう。だからものすごい怖い方。ただ実力主義。わしは実は農民の生まれなんじゃ。農民、400年前農民の生まれというのはどうなるかというと絶対に出世できないんじゃん、うん、ものすごくいい家の育ちじゃないとこのように出世していかんのじゃが、信長様は違った。実力主義だからわし秀吉も可愛がってもらえることができた。ではなぜ可愛がってもらえたかというと、草履取りをまずしたわけなんじゃ。草履取り、草履取りというのは信長様がお出かけされるときにお主らに靴を準備する、靴を準備する、靴を準備する役目なんだが、ただ準備するだけじゃつまらんな。何をしたか知っとるよ。じゃあお主に聞こえたな。わしは何をした？胸元で温めた草履をな。大正解じゃ、素晴らしい大正解。そう、わしは草履を温めたんじゃ。なんで？冬の、これから寒くなるな、冬の寒い日というのはもちろん足元も冷えてしまう。だから普通に用意するのじゃつまらんということで、わしは
お腹で温めて自分の体温でなぬくぬくにした草履を信長様にお渡しいたした、うん、で大体のものは温かいなすごく嬉しいなと思うんじゃがそんな発想誰も持ってないからそんな考えよな信長さんは最初怒ったんじゃなぜかというとその草履をわしがお尻で踏んでたんじゃないか踏んでな横着しとったで暖かかったと思って切ろうとしたわけなんだよわしをわしの命はそこで終わりかけたんじゃが偶然にもこれキューッと温めるじゃろキューッと草履の跡がここに残っとったんじゃな草履の跡がなだからそれを見せることによって信長様はあ誠に温めておったんじゃなと信じてくれてでわしの命は助かったそこから結構気に入ってもらえたんじゃわしは面白いなとああなんというんじゃってあ秀吉でございますそういう風に信長様にわしは気に入ってもらえたまだあるんじゃ例えば石垣の州石垣ってわかるか石垣石垣っていうのはお城があるじゃろお城が建物がその下の土台に石がこうやって積み上げられとるそれを石垣というんじゃがまあ我らの頃やはり地震がもちろんあったわけで壊れる時がある壊れ崩れてしまうでそれを直せと言われるんじゃが直せないその時間かかって3ヶ月かかってしまうということで直せないというものが多いんだけどもわしは10日で直せます3ヶ月のところ10日で直せますと言ったんじゃおまた嘘をつくなおるし嘘はいかんぞいや見ててくだされわしは10日で完成させてみせますじゃあ何をしたかというと今でこそ当たり前なんじゃが競争社会を作ったんじゃわしは競争社会おぬしらも徒競走をやるだろ運動会でで1位2位3位4位5位と順番をつける昔はなかなかそういったことをしなかったんだでわしは何をしたかというと石垣の工事に一番早くこの箇所を直せた者にはこれだけのお金とこれだけのご飯をあげるじゃあ2番目にできたものはちょっと1番目より少ないけどこれだ3番目4番目と順位をつけることによってみんな1番になりたがるじゃろおいしいもの食べたいからお金も欲しいしなだから急ぐんじゃん急いでしっかりと作るようになってで3ヶ月かかるところをわしは10日で完成させることができたで信長様にそれも褒められたわけなんじゃこうやってわしの強みわしは刀も槍も弓矢も下手くそなんじゃ実はな弱いんじゃわしでどこで戦っとったかというと頭で戦っとったこれがわし秀吉のやり方でござるそういったことをやりわしは信長様の5本の指信長様が社長であればこの下におる者たちが部長もうわし部長まで出世することにできたんで農民の生まれなのにこれだけでもすごいことなんだこれだけでもすごいことでは信長様の5本の指に入ったでではこれからこの日本を一つの国にまとめ上げようと思った時にこういったことがある明智光秀の謀反により信長様なんとやられてしまったんじゃあんなに強い信長様が本能寺の変というものでななんと来年の大河が明智光秀大河ってわかるか大河1年かけて我らの歴史をこうテレビなるもので放送してくれるものなんじゃがなんと来年はこの明智光秀が主役ということはこの本能寺の変必ず出てくるこのものが一番有名なんじゃ本能寺の変ね悪い風に描かれとるんじゃがそれがどういう風に描かれるかっていうのはわしも楽しみで仕方ないんじゃ、うん、今はこの明智光秀というのは敵が裏切ったもので描かれとるんじゃけども実はその奥に何かあったのかもしれないなぜ裏切らないといけなかったのかっていうのを多分大河でやってくれるでもしかするとわし秀吉がものすごく悪い人として描かれるかもしれんでその時はクレームなるもの入れてちょうみたいな秀吉様そんなに悪くありませんって今日聞いとる者たちはみんなあの国営放送とのにかわいいかわいいクレームをあげてちょうよあの名古屋おもてなし部招待を見ればそんな悪い秀吉様はいませんと、うん、
あんな可愛らしいデュオ様がそんなことしませんって、あの可愛いクレームを入れてほしい、うん、で、結果を申せば明智光秀が信長様を倒した。じゃあ信長様社長が倒れた、どうするか。わしはじゃあ信長様の後を継ぐ社長になろうと、わしが社長になってやろうと言ったわけなんじゃ。で、結果を先に言うと、わしが勝ち、わしが信長様の後の社長になったわけなんじゃ。結果を言うとな、うん、なぜではその結果勝利できたかと申すと、本能寺というのは京都にあるんだ。京都で、この頃わしどこにいたかというと、岡山、今岡山県にいたんだ。遠いな、現世の距離で200キロあるじゃん、うん、200キロあって、で明智光秀は油断しとったんじゃん。秀吉は岡山に今いる。最低でもどんだけ頑張っても16日はかかるんじゃないかと。当時はもちろん車もなければ飛行機もない、馬か走るしかなかったんじゃん、うん、だから16日はかかると言っとったんじゃが、なんとわし10日で、約10日で京都へと着いたわけなんだ。かなり早いな、かなり早い。だから光秀はびっくりして、もう秀吉が来とると京都に、これはまずいと、うん、なってしまったんじゃ。ではなぜそんな早く行けたかというと、当時はまあこのように甲冑を着て走るは走るじゃん、ただ休憩するときはちゃんと休憩をするんじゃ。ご飯を食べてね、ご飯を作ってご飯食べて、じゃあまた行こうって言って走っていくわけなんじゃ。この座ってご飯を食べるということがわし無駄だと思ったんだよ、ものすごくな。で、先回りして手紙を、京都へと通ずる村に手紙を送っといたんじゃ。なんで送っといたかというと、大体この日にわしの軍がお主の村に到着するから、おにぎりその時間に作っといて、うん、そうすることによって余計な時間がかからない。まず料理が準備されて、で何をしたかというと、そのまま座って食べるのではなく走って食べるようにしたんだ。こう取ってな、こう取って走りながら食べる、これが画期的なことなんじゃ。これどっかで見たことないか、このやり方。実はマラソンでも同じことやってるんだよ。走りながら水の補給、ご飯を食べたりする、うん、なのでフルマラソン、マラソンのやっておることをもうわしは400年前に編み出してやっとったわけなんだ。このように信長様が新しいものを好きなように、わしも新しいものを開発してったんだ、うん、なので光秀はびっくりしてやられてしまった。で、もう一つ、実はあまり知られとらんのじゃけども、光秀が信長様を倒した時、光秀の味方ってものすごくいたんじゃん。約、まあ、3万人ぐらいはいたわけなんじゃ、兵が。光秀だけで3万人で、わしの軍はどんだけ頑張っても1万人、3万対1万、ちょっと弱いなわし、これじゃ光秀に負けてしまう、うん、ということで何をしたかというと、これもわしのやり方なんじゃ。ただ戦するだけじゃわしは弱いんじゃ。だからあらかじめこういった文を送っといたんだ。本能寺の変が起きた際にな、信長様は奇跡的に光秀の手から逃げることができた。信長様は今生きられて安全な場所で待機されておる。今から我ら織田軍はまた軍をしっかりと集めて光秀の討伐に行きますって、いろんなとこに送ったんだよ、わしのサインになるものを入れてな、うん、そうすると今みたいにお主らはからくりというものがあるじゃん、携帯、うん、携帯で分かるんじゃん、今の者たちは本当に死んでしまったか、死んでないかは。でも我らの頃はそういうのないから、何が本当なのか分からない。でも秀吉が言っとる、じゃあ信じるかと言って、本来光秀に味方する予定だった武将たちが全部わしの方に来たんだよ。あ、信長は生きとったかと、これじゃまずいと。ということはわしがもし光秀に味方したら反撃されてしまうと、びっくりしておじけづいた武将たちがみんなわしの味方になった。
だからその数もう全部合わせると8万ぐらいになるかな。8万全部合わせるとな。もう光秀の軍は3万、わしの軍の方が優に超えておる。ということでわし豊臣秀吉は天下統一ができたわけなんじゃ。だから南はちょっと分かりにくいのかもしれんが、もともとわし秀吉は信長様、織田軍、織田信長様という会社社長に仕えとって、織田信長様の会社が倒産しかけた時にうまく社長にわしがなり、経営をうまく直してわしが社長になったわけなんだ。だから一から作ったわけではなく、織田会社というところを、まあ、言い方悪いがわしが乗っ取って豊臣会社というものにした。でこの日本というものを構成していったわけなんだな。そしてわしの部下にはたくさん動物がいるんじゃ動物といっても本物の動物ではなく、わしは猿と呼ばれておった。犬、じゃあ虎、タヌキ、一体誰か。実はみんな相性があってな、うん、犬は犬千代、前田利家、これもものすごく有名な武将でござるな。そして虎は虎之助、これは後の加藤清正、わし秀吉と同じ名古屋駅の周辺中村町生まれとこで生まれた名武将、熊本城を築城した、これが虎で、タヌキ、これはこの尾張の国の隣の三河の国岡崎城で生まれた徳川家康殿のことなんだな。わしの会社を支えてくれていた者たちはこの者たちなんだな。もちろん多くの者たちがおるんだが、中でもわしら名古屋おもてなし武将隊におる中で前田利家、徳川家康、そして加藤清正でござる。さて今度は徳川家康のもちょっとね、時間がないからもう3分ぐらいちゃちゃっとね、このままねやってしまうけども、徳川家康殿はでは何をした男かというと、織田信長様、豊臣秀吉、そして徳川家康殿、これ天下人3人は実は同じ時代に生きとったんじゃ。同じ時代に一緒に生きとったんじゃ、この時代にな、戦国時代に。わしが死んだ後に徳川家康殿がわしの会社をもらったわけなんだ。だから豊臣会社から徳川会社に代わり申して、でこの者は1615年大阪夏の陣でわしの家を潰したわけなんだな、これはものすごく悪い風に描かれることもあるんじゃが、まあまあな、実際の問題、こうやってやっていかないと世の中は平和になっていかないんじゃん、その証拠に実はわし豊臣秀吉も織田信長様の息子たちをやっつけとるんだ。あんだけ大好きだった信長様の息子たちをものすごく存在に扱った、それは平和にするためなんじゃん。徳川家康も全く同じことをして豊臣家を滅亡させ、そしてわしが平和な世を作り上げたのは約10年ぐらいしか続かなかったんだ。それはなぜかというと後継者がいなかった。それを踏まえて徳川家康殿は後継者をしっかりと作り、260年続くこの平和な世の中を作り、今の日本を形成したんじゃ。だからこの日本を形成したのは織田信長様から始まりで、わしが大体の形を作った、平和にした。ただそれを未来つなげたのが徳川家康殿なんだ。だからこの3人の天下人のおかげで今が実は作られてるんだな、そしてまあこの名古屋の町というのは航空写真で見る通り昔とはあんまり変わらないんじゃ。このようにできてるんだな、そう、この航空な写真を見るとこの名古屋という地はこのように昔から変わらないということで、名古屋城の周辺というのは400年前ゆかりのものがたくさん残ってるんで、ぜひぜひ見に来てちょうよ。でこのようにな、今言った通り信長様から徳川家康殿につながっていくんじゃが、織田がつき羽柴こねし
天下持ち座りしままに君は徳川という歌があるんだが、どういったことかというと、一番大変だったのは信長様なんじゃ。霊から始めとるで、霊から何かを一に生み出すのは難しいんだ。だから信長様がしっかりとな、お言葉餅をついて、でわしが頑張ってこねたんだ、それをな、頑張ってこねて、で最後家康が座ったまま食べたという、まあなんていうんじゃろうな、簡単に天下を取ったよという言い方もあるんじゃけども、まあこのように言われておる。でまとめると、信長様は積極的で、先ほど言った通りカリスマ性もあって、現世の言葉で言うとリーダーシップがある、うん、なぜか知らないけど、あのお方についていくとなんとかなるんじゃないか、そういう気持ちにさせてくれるのが信長様。そしてまず豊臣秀吉は人気者、やはりこのように皆々に優しく語りかけることができるのはなかなか武将の中ではいないんじゃ、他の武将だとものすごく怖いわけなんだな、少しでもあくびをしようものなら刀が飛んでくる、そういった恐ろしい武将たちがたくさんいるから、わしを愛して。そして徳川家康殿、誠実真面目だったんじゃ、ものすごくな真面目。徳川家康殿はずーっと我慢しとったんじゃ、わしらの下でな、実力はあるんだけど、わしらの無理難題をずっと聞いとったのが徳川家康の、ゆえに我慢強い真面目と言われておるな、うん、それを踏まえて皆々は誰に憧れるかな、この3人の性格の違う天下人誰に憧れるかな、わしのな歴史事情を聞いてもう分かるよな、今から拍手でやっていく。拍手でな、一番大きかった拍手が大きかったものが一番嬉しいと思うで、まあこれだけ言えば分かるよな。では織田信長様に憧れるもの、ああ素晴らしい、いやいやいいと思う、わしも憧れとるからわしは拍手する、みんな拍手あまりしなかったけど、あとで言っとくね、信長様に。では徳川家康に憧れるもの、ああはい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 、ちょっと多いね、ちょっと腹立つな。では最後、わし豊臣秀吉に憧れるもの。いやそうだね、ギリギリのところでわしが一番多かった。こんだけズルしてもギリギリってのはちょっと見たくなんだけど、いや誠にありがとうございます。まあこのように誰でもいい、誰か一人じゃなく、いいとこを取っていってちょうよ、信長様のカリスマ性、そしてわしのこの何だろうな、何て言ったらいいんだろう、まあ、頭の回転の速さ、そして親しみやすさ、こういったもの、そして家康殿のように我慢強い、我慢して我慢して、そして最後に勝利する、そういったいいとこを取ってて南側育ってほしいということで、わしの歴史授業は以上でござる。南側ありがとうございました。ありがとうございました。まあこのように我ら名古屋おもてなし武将隊は南々に寄り添いながら、これから10周年をまあ迎えたんじゃけども、まあ、11年目をしっかりと歩んでいき、そして100年続く文化になっていきたいんじゃ。このように今小さな子がな、わしの授業を受けてくれたんじゃが、将来お主がな大人になり、お主ぐらいの子供ができた時にわしらの授業を受けるかもしれない。その時に、まあ、わしは秀吉様に教えてもらったが、お主は誰に教えてもらったんじゃ、そういった会話を我らは夢見とるわけなんだ。ゆえにぜひぜひこのわしに教えてもらった歴史事業を忘れずに日々生きてほしい。それでは誠にありがとうございました。またおう、さらばじゃ。ありがとうございました。秀吉様、誠にありがとうございました。さあ秀吉様まで教えていただきました歴史授業でございますけど、お楽しみいただきましたかねえ。本当にいろんなことが分かったと思います。僕が一番ちょっと驚いたのが、来年の大河が明智光秀だということです。岐阜城というところにですね、明智光秀という方がいらっしゃるんですけども、ちょっと不安でございますけどもね、あなた別の俳優さんがやられると思いますから安心しております。さあ現在ですね、この侍忍者空港セントリアではプレゼント抽選会を行っております。